東京地検による再度の不起訴処分に対しては大変がっかりしているとともに大変憤りを感じています。地検は果たして被害者の側に立っていたのだろうかということをとても思います。私たちはさまざまな新しい証拠といいますか、政府事故調や情報開示などによるさまざまな新しい真実を持ちながらですね、それをきちんと調べてもらえなかったというふうに感じています。それから検察審査会で起訴相当というものを出したのは、国民の多くの国民の総意だと思っています。それを検察は無視したと感じています。私たち被害者はですね、本当に救われないと思っています。これからはですね、もう一度検察審査会に申し立てをします。検察審査会によってまた市民の良識を私たちは信じたいと思っています。今回の不起訴理由のですね、特徴は、予見可能性の部分を前回の不起訴決定では非常に重視していたと思うんですけれども、さすがに予見できたということはですね、証拠がいっぱい出てきてですね、そこをもう言うのはなかなか難しくなってきたということで、ね、結果の回避可能性の部分を非常に言っています。しかし正直に言ってですね、これは、ほとんどもう、なんて言うんでしょうかね、はっきり言うとへりくつだというふうに思います。それで、最大の試算結果に対応した措置、15.7メートルの試算結果をもとに防潮堤を建設したとしても結果回避できなかったという部分ではですね、検察は何て言ってるかというと、この試算結果ではですね、敷地の南側に防潮堤を作ることになったはずだと言ってるんですね。でもこれは 15.7 メートルという数値が出てて、その津波が南側から来るか北側から来るかわからないんだから全部塞ぐように建てるのが当たり前です。たまたまシミュレーションがそうなってたからですね、その防潮堤も南側だけ崩すことになっただろうというふうに言ってるんです。そこがもう完全なまやかしで、全体塞いでれば完全に防いだんです。そうですね。そこの部分が非常にごまかしです。それから浸水を前提とした措置を行っていたとしてもですね、それは、例えば下半式のコンプレッサーとかですね、この議決で指摘されたようなものが考えられたと。しかしそれをやっていてもですね、浸水自体が避けるべき非常事態であることから、事故前の当時において浸水を前提とした対策を取ることが有効な対策として認識実行され得たとは認めがたいと言ってるんですが、これも非常に変な議論で、何度もこの記者会見の場でご説明しましたけれども、東電はですね、この浸水対策、水密化対策について予算まで立ててですね、やるかどうか議論してるわけです。で、1ヶ月議論してですね、結局武藤さんと吉田さんが、その問題先送りして水本のこの結果に基づく対策は取らないというふうに決めるわけだけれども、現実にこういう対策を取るということが現実的な課題になってた時期があるわけですね。そんなものを立てたというふうに認識できないというふうに言っています。さらにですね、2年9ヶ月以上必要だったと、したがって、津波の発生までには間に合わなかったみたいなことまで言ってるんですね。よく言うようなんですよ、運転停止しときゃよかったじゃないかっていうのを僕ら言ってるんですよね。あ、やばいと思ったらまず運転停止が一番簡単な一番安全な対策だろう。で、それはですね、そんなことまで思いが至らなかったことは無理もないもうね、最悪ですよね。いかに不起訴にするかっていう理由ばっかり考えて、正義を実現しようとする気迫が全く感じられない、最悪だというふうに僕は思います。